リトン海野の夕方ラッパラダイス。はい、どうもね、皆様ご機嫌いかがでございましょうか、はい。今週も始まりました、夕方ラッパラダイス、メインパーソナリティの東京演芸協会ラッパ漫談をやっておりますホリトン海野でございます。はい、なんか音楽が今一瞬入りましたか。陽気になりましたけども、陽気になりましたけども、長野県だから違うだろう、もうお前はこればっかりで、みこつり酒造の方から来ました青森県出身坊でございます。違いますからね、違いますからね、はい、青森県出身ですね。はい、よろしくお願いします。はい、ということでね、先週も言ったんでございますけども、はい、今日はあの私57歳最後の日でございます。めでたい、めでたいのか、いや、めでたいんですよ。めでたいですね。年を重ねるということは悪いことではございません、はい。まあ、年齢なんてのはただの数字でございますからね、はい、何歳になったからどうってわけではないんでございますけども、うん、まあ明日からちょっとね、うん、一つ、まあもう一つ年を、まあまあでも花の50代があと2年残ってると思いましたら、長いですね、はい、頑張りますよ。であと2年楽しんで、で今度は花の60代がやってくるというね、そうですね、そんな感じでやりたいと思います、うん。で昨日ね、はい、あの免許更新行ってきたの。おあのね、僕免許いっぱい持ってるんですよ。お、何持ってるんですか。大型二種、大型2種、あのお客様乗せられるやつね、バスとかね、はいはい、で大型自動二輪、自動二輪、はい、はいはい、あと四つ輪だとそのあれですね、牽引ね、牽引免許、牽引持ってます。すごい今ね、はい、だいぶ変わったのね、同行法が、もう僕が取った時とは全然違う。僕のよりももっと先輩なんてのは、うん、7班乗る時だってあのあれですから、ヘルメットかぶなくてよかったんだから、昔は。だから7班ライダーって漫画あったでしょ、あれ初期の7班ライダーヘルメットかぶってない。あれはもうああいうね、同行法でよかったんですよ。で僕もね、まあ、自衛隊でね、大型免許、牽引免許取らせていただいたんですけども、はい、僕の時はまあそのまま自衛隊の中の教習所で、免許取れたんですが、はい、今ね変わっちゃったんでね、ダメなのよ今ね。自衛隊のね、若い人の免許証って大型に印ついてんだけど、条件のところに、はい、大型車は自衛隊車両に限るって書いてあるの。これ珍しいよ。じゃあバス運転できないんですか。バスができない、あそう、自衛隊車両だけに限る。で、あの、まあ、あの定年までやらないでね、若いうちに辞めていく人たちには、あの、うん、職業歩道で限定解除というのを取らせてあげて、はい、あのシャバでもね、あ一般でもねあの、はいはい、運転できるようにしてから、はい、あの送り出してあげるというね、非常にあの人情味のある組織でございますからね、はい、はい、そんな感じで、まあ、はい、あのあれね、うん、なんか今なんと暗証番号とか入れるのね。あ、そうですね、2つね、2つなんかめんどくさいっていうか、わくわかんないし、覚えらんないやつ、覚えらんない、前どんな本籍ももう書いてないしね。そうですね、まあ、個人情報を何か確かにいろいろあるんだよね、はい、あ、まあそんな感じでこれ、ね、やってきました、やっていきましょう、はい。で、まず私たちの唐突なんですけども、はい、友達でね、はい、まあ、自衛隊大作戦っていう、はい、東日本大震災で、はい、あんまりにもメディアが報道してくれないから、じゃあ僕が頑張って応援していこうと、そうやってやってくれた ね、応援してる、はい、ま、アトベさんって、アトベさんって一緒にね、はい、伊予島にもいた仲間なんですけど、はい、この間黒助さんが来た時にも話題に上がった、そう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 ですね、退役するファントム、はい、ファントムが今年で終わりだということで、はいはい、さよならファントムという今年のその、はい、ワクソン会社ね、はい、ワクソンさん の、はい、あの自衛隊大作戦さんが出すカレンダーがファントムシリーズになっております、はい、こんな感じのやつを、はい、はい、若干表紙から言ってほしかったんですけどあの今サブで謝ってますけどね、はい、あの、はい、さらばファントムっていうあのかっこいい表紙でね、あ、じゃあもう本物見せるか、出しましょうか、いや、いいです、あ、はい、これ来ました、来ました、来ました、はい、はい、これじゃあ順番にちょっとやっていただきましょう、はい、はい、トンと、これもこうね、いろんなこれ特別塗装なんだよね、うん、はい、じゃあ次の写真とお願いします、はい、これ同じやつ、同じ機体ですね、はい、2人乗りなんだよねファントムっていうのはね、そうよく言うんですよ、よく言うっていうか聞いた話だけど、はい、あのファントム乗りは結構喋るけど、はい、おしゃべり、はい、はい、あのイーグル乗りは寡黙だっつって短座か複座の違いだって、あの常にこうお話をしたいながらね、やるから、はい、じゃあ次の写真どうぞお願いします。まだ構図がいいよね、やっぱプロの人っていうのはさ、僕絶対こんな構図じゃ撮らないわ正面から撮りたくなりますよね、絶対撮りたくなる、はい、じゃあ次お願いします、ね、あ、
これも近いね。これ塗装がやっぱりいろいろあるのね。なんか陸地と空地の、まあ陸地ってことはないんですけど、ファントムがね、だから陸地みたいな緑のね、あの迷彩でシャークマウスが書いてありますね。僕百里に行ってね、あのコックピットに乗せてもらったことある。お、すごいじゃないですか。体験で飛んだわけじゃないよ。地面の上にあるやつのね、体験で。メイン操縦席ですか。そう、警察航空隊のやつ。はい、じゃあ次行きましょう。お、正面。綺麗だね。かっこいいですよね。正面。ね、かっこいいね。でもこれも古いよ。ベトナム戦争の時の飛行機をよくまあここまで日本は本当にもったいない精神というかね。いやー、大事に使ってますね。素晴らしいですね。はい、また写真ありましたっけ。ありますか。はい、いいですね。はい、じゃあ 次、ね、次行ってください。これもすごいよ。これね、いいっすよね。パイロットと、ね、あの航空士の人のね、顔がわかる、ね、すごい。パイロットこっちに目線ないですか。こっち向いてますね。アトベさん撮ってんじゃねえってこっち向いてるかもしれないですよ ね。はい、でこれがまあ一応写真で、本物もあるんだよね。はい、本物がね、こんな感じで紹介させてくださいって言ったら急いで送りますっつって送ってくれました。アマゾンとかでも売って、僕アマゾンのみでの販売。アマゾンのみなんだ、はい、僕注文しましたよ。ファントムカレンダーで検索すれば出てくるみたいな。はい、ということで、さっき出てこなかったやつある、はい、まあいっぱいあるか。あんまり全部出しちゃうと、ここ見せた。あ、これはダメだ。ここダメでしょ。ここはね、そうだね、これ勝手なお楽しみでございましてね。はい、はい、ということでございました。ね、自衛隊大作戦さんが出しているファントムカレンダー、ぜひ皆様、はい、あのアマゾンの方でご注文よろしくお願いしたいと思います。27ぐらいまでがなんか特別価格で。あ、そうなんだね。なんかそうだ、はい、最初安く売って戻していくって言ったね。面白いな。だんだん安くなるんじゃないんだよね。はい、すごいすごい。でね、これ後でゲストさんにサインしてもらおうかなと思ってます。え、本当。はい、で僕が楽しもうかな。そうですか。わかりました。じゃあ、そうです。じゃあここでね、はい、大事な、スポンサー様のご紹介をしていただきたいと思います。その前にこれだ、忘れてた。あ、そうだ、これやらなきゃいけない。やらなきゃいけない。このスタジオのですね、コロナ対策についてご連絡をいたします。はい、コロナ対策について、検温の徹底。はい、入り口にありましたね。はい、スタジオ内の消毒。入り口にありましたね。スタッフマスクの着用。入り口でしてますね。はい、トレールの使用。トレールっていうのはこの窓際にあるんですけど、はい、オゾンが発生してましてね、はい、空気が常にきれいになってるんで、はい、僕たちはマスクを外して、放送の方させていただきます。はい、入り口にありましたね。窓際でございます。ま、毎週やってるけどね、これね。はい、ということでございまして、では、提供のバンエンホールディングス様のですね、ご紹介をさせていただきます。はい。はい、この番組は地球環境に配慮した安全で良質な次世代ロジスティックサービスの提供を目指すバンエーホールディングス株式会社の提供でお送りいたします。はい、ね、これも毎回のように言ってますけど、はい、僕が来てるミコツルっていうのはね、その物流がメインなんだけど、いろんな関連の会社があるということで ね、はい、ね、でもう日本中に展開をして、はい、中国の方にもね、はい、なんかその広げているわけでございましてね、すごい本当に僕はいつもかい、お世話になっている会社でございますんでね、はい、いつか、はい、万円の方々に来ていただき、ここにも来ていただきたいと思っておりますけどもね、はい、と、はいはい、ということでこの番組は万円ホールディングスの提供でお送りさせていただきます。はい、はい、それでは、はい、もう待ちに待ってる方いらっしゃるんじゃないかと、早く出せという、とっととやれという、なんか心の声が聞こえるような気がしますので、その前にお手紙募集のあれやりますか。やりますか。あ、すいません。大丈夫か。大丈夫です。オゾンがあるから大丈夫です。ね、では番組のメアドがございますので、画面の方出していただけますでしょうか。はい。はい、番組宛のメールアドレスでございますね。ラッパラ1013、初回の放送が10月13日だったということで、はい、で gmail.com でございます。はい、どうぞね、皆様こちらの方にね、このなんて言うんだっけ、あれん、QR コードでパッとできますんでね、はい、ぜひ今日の、これ常に見ながらやってるんで、うん、今日の、ね、ゲストの方に対するあれとかも、まあ、お便りでもね、お便りでもいいし、すぐ、まあ、ツイッターとかでも全部拾いますんでね、はい、ぜひ同時進行でお願いいたします。お待ちしております。はい、ということで、はい、はい、それではゲストも来てもらいましょう。はい、お待ちどうさまでございます。はい、
本日のゲストをご紹介したいと思います、はい、本日のゲスト、はい、ヤンマルポムポムタイプアルファさんです。どうも、映ってない映ってない映ってない、あそこ映った、消えた写真早い写真早い、クリア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 、オッケーです。そうちゃん、 ありがとうございます。はい、狙撃されそうになってたので、あ、本当に、はい、やっときました。ありがとうございます、命救われちゃったよはい、ということで、わ、映ってる、これ映ってますよ、だって動画配信ですから、これ同時の、え、ここはここからしたら映らないって聞いてたから、ね、だから、いやいや、そうです、別に、なんで見て、なんですぐ裏を言うの、映ってるのいやいやいや、まあね、入ってくるときはね、はい、では、あの、改めてご紹介いたします。なんていう、まあ、じゃあちょっとご紹介を、はい、僕の方からね、はい、プロフィールをちょっと読んでいただきたいと思います。はい、ランマムランマルポムポム、いきなりカムラよ、いきなりカムラ、緊張しちゃってはいランマルポムポムタイプアルファさんですね、ミリタリータレント、サバイバルタレント、ミリタリー好きであり、全国の陸海空自衛隊イベントに行くことが趣味と、知識を生かしてミリタリー雑誌で連載を持つほか、書籍彼氏にしたい陸自装備ベスト10を出版、また自衛隊公式行事に招待されパフォーマンスを行うなど、ミリタリー業界をはじめサバイバルゲーム業界、ゲーム産業などで幅広く活躍中、はい、また防災士の資格を持っており、自身の公式 YouTube チャンネルポムチューブでは、防災術やサバイバル術、ライフハック、アウトドアに特化した動画を投稿していると。はい、すごいですね、はい、一言ずつ言えませんね、はい、いろんなことな、ね、そう、いろんなこと、面白い人ですね、すごいですよ、はい、僕ね、YouTube 見ました。あ、そうですか、好きですね、あ、ありがとうございますいろいろやってるからね、はい、初めて会ったのは何年ぐらい、4年ぐらい前ですかね。そうですね、同じ、やっぱりあの松本十三連隊出身 の、 あのジャスティス岩倉さんが僕のところ連絡してきて紹介したいっつって、新橋で会ったんですよ。ああ、そうだ、あれが最初、そうですよね、そう、あれが最初で、その次になんだ、空挺の初公開行事に行ったら、蘭丸さんが先々週のゲストだった黒助さんと一緒にいたの、空自のね、パック3の舞台のところにいて、でそこで、あ、久しぶりって言って、それから営業とか行くようになったんですよね、一緒にね、一緒に営業にも行ってもらって、はい、コスカの方にの自衛隊イベントとか、入隊予定者激励会とかね、残念ながら今年がね、全部中止になってしまいましたけどもね、本当にもうまたね、機会があったらぜひ一緒に行きたいと思いますけどね、はい、僕の目線の先になんか物が置いてあるんですけど、あ、忘れた、何ですかそれは今日なんかいつになく歌ってますけど大丈夫ですか、ね、誰がじゃ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 、はい、トリトンさん、お誕生日おめでとうございます。 ありがとうございます。あ、これはひょっとしてこれ噂の、はい、新隊員 T シャツ、はい、私が作りました新隊員 T シャツを、ぜひ、ありがとうございます、新隊員の頃を思い出してください、40年前を思い出して、はい、こちらがステッカーです、どっかに貼ってください、かわいいですね、 ありがとうございます、いただきました、うんうん、すごいな、ちょっと見て、はい、見ていいですか、ぜひぜひ、え、今日明日、あ、明日か、お、明日なんですよ、おー、すげーね、定年退官した僕が、はい、新隊員として、新隊員、どうですかこれ、あ、かわいい、かわいい、似合う、なんか裏に、はい、裏書きがあるよ、首にはこの自衛隊あるあるを書いてまして、はい、新隊員ある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 、はい、初めての丸刈りにも慣れてきました、シャンプーが減りません、ある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 確かにあるあるえ、トリトンさんも新隊員の時丸刈りだったんですか、丸刈りでしたよ、でね、今の若い子って結構坊主にするのって平気じゃない、そうですね、僕なんかの時代は坊主にするっていうのはもういわゆる懲罰の対象だったからね、坊主にするのが本当に嫌な世代だから結構、うん、嫌だったただ今ね自衛隊はね坊主は推奨してないです、なぜかというと髪の毛がショックパッドになるので、毛が少ないと怪我をする、皮膚を切ってしまう
恐れが多いので、あの丸坊主、あんまり短い丸坊主は自衛隊としてはあんまり推奨はしてないのですよ。はい、ありがとうございます。ここ置いておきますね。はい、忘れないでね。忘れないでね。はい、ということでね、じゃあ、はい、いろいろ活躍をされているランマーさんなんですけども、はい、あ、ちょっとどんなことをしているのかと、はい、あのもう本当一部においては絶大な人気を誇る、ね、ツイッターなんてさ、はい、僕とかボー君が、はい、ランマルポンポンさんですって言ってね、あの、はい、使ってもいいって写真でいいねが十何個だったんです。それをランポムさん自身がそれを リツイートしたの、で出ますって言ったしか瞬間に100度とか200度になってバーって上がっちゃってね、すげえなって思ったんですけどもね。はい、ということでどんな活動していらっしゃるのかちょっと写真を見ながらご本人にいろいろ聞いていきたいと思います。はい、ではお願いします。あ、さっきの、はい、かわいい、この見てください、あのテント見て、テントを一番見てほしいんですけど、テント、はいはいはい、キャンプとかも結構やっていて、はい、あの自衛隊のポンチョあるじゃないですか。ポンチョ、ポンチョ、はいはいはい、はい、あの雨とかを防ぐポンチョね、はい、雨具、はい、あれをテントになるんですよ。なるほどね。テントにした写真です。一人用天幕ってですよね。一人用天幕にして、なるほど。これは実際にこれをやって泊まったりなんかもするんですか？あ、この日は泊まらなかったです。あ、なるほど。帰りに帰ります。なんか着てる服からするとちょっと、うん、寒い時期。あ、こんな先月。あ、そう、あ、先月。そうなんです。ハロウィンじゃないですか？あ、そうか、そうだね。よく見て。ごめんごめん。そのね、新しいその向こうのお祭りってあんま疎くてね。向こうのお祭り。あ、なるほどね。はい、そうそうそう。じゃあ次の写真をお願いいたします。はい、これは？あ、これはあのトリトンさんとも一緒に行かせてもらった基地の創設記念の、こういう自衛隊の、はい、創設記念とか創立記念のイベントに呼んでいただいてパフォーマンスをするっていう仕事もしていて、習志野分屯基地、航空自衛隊習志野分屯基地の、あの高射隊ですね、パック3の部隊の55周年記念ということで、あのなんかね、近くの学校のバンドとか呼んだりとかやったんでしょ、うん、でランポムさんは MC、 その最初の第1部でも MC とかされて、 でこれは第2部っていうのかな、うん、その場所を変えて、でこの時に僕もあのラッパー漫談やらさせてもらったんですよ、うん、でこれはそのネタ、いわゆる芸人としてのランポムさんですよね。そうです。ギリギリまでパイロットのふりをする。そう、なんかなんか基地のもう歴代の基地司令の人がブワーっていらっしゃる会でしたよね。ああ、でしたでした。そうですよね。すげえ緊張しますね。すげえ緊張します。ドキドキする。僕はね、その僕は陸上自衛官だったから、さてこれ航空の人にどうかなと思ったら、まあみんな優しかったですよね。本当優しかったです。やっぱね、やっぱね、うん、やっぱ空の人って優しい、ね、優しい優しい、うん、やっぱりあの頭のいい人が多いから、うん、なんかちょっと、いや陸上もいますけど、数のね、数があれだからね。はい、じゃあ次の写真いきましょう。あ、これはこれがその第一部の時じゃないの？これはまた違う、また違うやつなんだ。音楽隊の自衛隊のコンサートのなんかゆるキャラと絡むことが多いんですよ、すごい。なるほどなるほど、はい、これはなんだろう、赤眼になってるってことは正宗くんとかそんな感じ？正解です。あ、やっぱり東北方面隊の音楽隊のコンサートの MC で、そうです。ゆるキャラとすごいお仕事させてもらうことが多いんですけど、ゆるキャラって言えば本当に申し訳ないことがあってね、一昨年、はいはい、の朝霞駐屯地の夏祭りに一緒に行ったんですよ、はい、ランボムさんと僕と、はい、で本当は矢倉に上がってやってもらうはずだったんですけど、ちょっとねあの時なんだっけ、台風だかなんだかで、うん、結構自衛隊が災害派遣とか出てた時だったで、ランポムさんが上がっちゃって、もし若い隊員とかが、うん、イエーイとかやったら今の時期良くないんじゃないかということで、うん、ランポムさんには他のゆるキャラと一緒にちびっこ広場で子供泣きをしてもらうという、非常につまりあのランポムさんそのものがゆるキャラ扱いされてしまったっていうね。ゆるキャラと思っていただければ。そこが走りでこうなってるわけではない、ではない。違いましたよね。なんか多くてゆるキャラとお仕事があれはで、その次の年にもオファーしたからちょっと都合が悪くて、うん、でその時その次来たのがこの前出た綾瀬優さんなんですよ。元あの看護師のね、はい、そんな感じで一緒に仕事、また機会があったら、ね、うん、今年はまあ中止だったんでしょう、うん、あれなんですけどね、またと思います。はい、じゃあ次の写真いきましょう。
あ、これもその続きで、これは航空の制服の自衛官と迷彩服、はい、これ会場の迷彩服ですね。そうです、なんかファッションショーをされて、ね、その司会をしたんです。はい、後ろガスマスク、ガスマスク、ガスマスクで、だって服まで着てるもんね。大変だこれ、まあ、暑くて膝まで汗がね溜まるっていう。ああでしょうね。なんかガス訓練されたことあります？ガス訓練ってのはさっきの新隊員のあるあるじゃないんですけども、はいはいはい、ガス体験ってやるんですよ必ず、うんうん、天幕を張ってテントね、はい、テント張ってその中に新兵さん入れるの、はい、で新兵さんが中に入ったら中で催涙ガスをバーッと焚くんですよ、はい、でそれを聡明してるのね、はい、で脱面って面取らされんのってなる。最初のある時にね、この時催涙ガスがガスがあっても聡明すれば全然平気って、うん、すげえガスマスクすげえとか言って、はいじゃあ面外してって言われて、バンと外した瞬間に涙がボロボロボロって鼻水がドヒャーって出て、ギャーッドヒャー、大変ですよ。めっちゃきついって聞きますね。いやきついきつい、あれはだからもう人間がいわゆるもうその能動的行為をさせないようにするものだから、うん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 、本当に何もできないですよ。目もで擦っちゃダメだって言われるしね。あ、それでみんな泣きながらテントから出てきて、こう目洗うんすよ、こうやって。どういう唐辛子入れられたみたいな感じですか？どういう痛みなんですか？もうなんつってもね、40年前の話なんでね、あんま覚えてないんですけど、いわゆる催涙ガスと言われるものです。あ、なんだろうね。なんだろう、ね。まあ多分その刺激物なんですよね。そうですね。はい、そんな訓練はみんなやるんですよ。みんなやる、みんなやる、はい、ガス対策。あとはまあガスで言えば僕は地下鉄サリン事件の時に市ヶ谷駐屯地にいたので、地下鉄サリン事件の時に電車を清掃したのは当時市ヶ谷にいた第三次普通科連隊という、うん、私がいた部隊でございますね。世の中の人はあれ科学部隊がみんなやったと思ってますけど違いますので大宮の科学学校および科学防護隊の方々の支援を受けて三十二普通科連隊の人たちがゴシゴシやった。水で流してもいいということでね。それ結構知らない人多いかもですよね。これもっと言っておかなくちゃダメだな、うん、はい、じゃあ次の写真いきましょう。これは、あ、これは水陸機動団っていう陸上自衛隊の、はいはい、ボート体操っていう運動をされるんですよ、はいはい、丸太を組ん、はい、ボートの形に組んで、それ150キロあるんですけど、それ8人とかでこう上げたり下げたりとかするやつを一人用にアレンジしてやってるところ。なるほどね。あ、マイセルフで訓練してるんだ。マイセルフで訓練水陸機動団の、はい、そうなんです。すごいですね。あ、そう、勘違いしてる人もいるんですよ。ランポムさんって元自衛官だったんですかって聞かれる人いるんですけど、そうではないんですよね。そうですね、マニアです。もともとは入りはどっから？サバゲーですか？あ、入りはゲームですね。ゲームなんだ、うん、そう、FPS ゲームとか。あ、僕もコールドオブデューティー買ったよ。おととい買って。おととい？そう、最新のやつ。最新のやつダウンロードするのに半日かかりますからね。あ、そう、かかる。そう、キャンペーンモード、もうせっかくゲーム買ってもその日にできねえんだから。すぐやりたいですよね。すぐやりたいんだけどもね。はい。あ、そうですか。じゃあ次の写真いきましょう。これなんですか？あ、これはヘビを食べてるところ。あ、本当だ。ヘビを噛んで皮を剥いてるところだ。そう、自衛隊のレンジャーとかがヘビをこうやって口に加えて皮をギャって剥くっていうのをされてるので、はい、すげー、同じことやりたくてやりました。すごいですね、ここまでやるんだ。これヘビはどこから調達したんですか？これは奄美大島に行った時で、はいはい、奄美大島ってハブがすごい人々を苦しめてるので、はいはい、苦しめてますね。そのハブを捕まえて食べます。これハブなんですか？あ、これハブです。へえ、すごいな。なんかね、ハブってハブも青大将も食べたことあるんですけど、うん、ハブってなんかすごいキャーってシャーっていう顔じゃないですか、はいはいはい、だからか知らないですけど、なんか淡白です。すごい淡白な青大将の方が脂が乗ってる感じですか？へー、うん、すごいですね、うん、僕はレンジャーじゃないのでね、こういう訓練でこういうことはしたことないんですけどね。ヘビ食べたことあります？後期教育が鳴らして空挺団の空挺後期だったんですけど、その時の担当の、はい、班長がすっごい気合いの入った人で、体験しとけっつってやられましたね、うん、食べさせられました。なんか美味しいですよね。僕 うなぎみたいだなって。こんなこと言うとうなぎ食えなくなっちゃう人が言うかもしれないけど、あんまり、ね、気にしないでください。
いやあの人もすごい人だったな。なるほどね。写真まだありますかね。ええ、おっと。いきなりなんかどこに私はいるでしょう。わかんないな。どこかな。ど真ん中に。はい、いいですね迷彩ちゃんと。そうちゃんとね自衛隊迷彩着てるんですよ。あめっちゃ隠れてる。本当だ。本当になんていうんですかね。やっぱりあれですね、動乱を塗る意味が分かりますね。動乱塗ってない部分っていうのはこうやって跳ねちゃうのね、うん、よく分かる。もしこれで動乱塗ってれば、うん、これ分からないですよね。そうなんですよ。だから耳の穴のね耳の内側まで動乱ってやるんですけど、うん、意味が分かりますよね。こういうの見ると肌色がやっぱ浮きますよね。浮きますねこれね。これサバゲーやってる時。はあすごいですね。サバゲーやってる。あそうサバゲー最中。え最中じゃないけど。もうこれ、これ最中だったらもうこれ5秒後ヒットってやってる。ね、めっちゃ見えてる。そうサバイバルゲームとかのお仕事もさせてもらって。そうですよね、うん、だからああいうなんか業界誌のお仕事でね。あそうですそうです。いやだい、はい、ミリタリー雑誌で連載をしていて。すごい。だから、うん、もうミリタリー系サバゲー界じゃすごいですから、もうランポムさんはね。はあ、じゃあ次の写真をお願いします、はい、どこにいるでしょう。おこれわかんねえ。これわかんないでしょ。これなんかパッと見わかんないですね。すごいですよね自衛隊迷彩ね。いやいわゆる、はい、今僕なんかは入った頃はこれじゃない迷彩だったり、いわゆる僕は新迷彩って呼ぶんです。そうだいつの話だ新迷彩って言ってね。そうだ。え熊田さんの時代。そうそうそう僕はそう。そうか。これかっこよかった。しかもこの迷彩になってから、うん、上着は外に出すタイプになったんで、それまではいいんだったんですよ。だからさ、あの大勢の作業服と一緒だったから、うん、もうこんなことするとさ、ズボンの中に土入っちゃうんだよね。なるほど。なんじゃこりゃっていう感じです。今すごい。でもね、ブッシュハットかむって。はい、そうです、ね、え、やっぱ熊田さんは熊田さんなりにいい、すごいいいじゃないですか、迷彩的に、まあ、いいんですけど、いや今絶対こっちの方が何ですかね、この迷彩としては、うん、効果高いと思いますよ。はい、なかなかいいですね。伏せ、はい、伏せを。ありがとうございます、ね。はい、次は最後になるのかしら。おっと、これもサバゲーの時ね。かっこいい。そう、かっこいいですよね。かっこいいなこれ。イギリスの特殊部隊の SS っていう舞台がすごい好きで、私はそういう装備をしてるんですけど、この他の人たちもその SS の装備で、めっちゃレアなんですよこの装備。すごいですね。なかなか集まらなくって、それを集めてきた猛者たちが全国から集まって、なるほどそういうことなんだ。そう、選抜されて、これでいつもやってるわけじゃないんだね。あそうですそうです。すごい。ヘルメットはやっぱり同じフィリッツ型ってやつですよね。あそうですよね。フィリッツってどういう意味か知ってます？フィリッツ型っていうじゃないですかこれ、うん、ドイツ野郎っていう意味なんだよね。へー。ドイツ人のことを若干揶揄したスラングなんですよ、もともと。ドイツ軍がそうだったでしょ。ドイツ軍のヘルメットってこうラインが下がってるじゃないですか。あれはだからあの当時のドイツのヘルメットが元になってるんで、フィリッツ型っていう言うんですけどね。これになった時はかっこよかったね。前はほらライナーかぶって、その上から鉄板、まさに鉄板ですよ、鉄の鉢ね。あれでカサ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 に言われてやってたんが、いやでもこれかっこいいですね。かっこいいですよね、これ結構。この単色でもこの色だったら、もう林とかに入っちゃえば目立たない感じですか？あーでも影のとこじゃないと。あーなるほどね。林だとくっきり、夜とかだったらいいんですけどね。なるほど。まあこの人たちもガスマスクを皆さんつけてらっしゃって、うん、はい、そう。この装備は大使館でなんかテロみたいなのが起こった時に、なんか助けに行ってた時の装備なんです。はあ、なるほどですね。はい、それを再現っていう。へえ、すんげえかっこいい。うん、だからバスのバスジャックも助けに行ったことがあって、うん、そのためはしごとかも使ってたんですよ、軍の人が。はいはいはい、そのはしごもあれ再現して、規格とかサイズとかも全部測って。すごい、測った。そう、自衛隊32歳まで入れるようになったんで、うん、ぜひ入隊していただきたい。ね、この間まで26だったのが今32まで入れますので、ね、全国のサバゲーファンの皆さん、一回本物をやってみるっていかがでございましょう。ね、32歳、あと予備地方というのもありますからね。そうやってぜひ一回お国のためにやってから、でもね、現役の自衛官でも多いですよ、サバゲーやってる人。みたいですね。なんか僕前言ったっけな、経営って、はい、経営司令
ある程度階級が行くと門番の長をやるんですよ、順番で。すると商店の若い者がギターケース抱えて出ていくんですよ。おお、お前ギターやったっけって言ったら、そうちょ、これ中銃なんですよつってだから鉄砲がギターケースに入れてね、なんでサバゲかとか言って、そうなんですよとか言って、ね、僕も一回やりました。あ、はい、全部完品で、完品でっていうか、いいんですかそれ、まあ、今いいのかいいっていうか、まあ私物ね、完品私物ね、はいはい、でやって最初どんなもんなんだろうなと思ったら、まあ面白いですね、うん、面白い、ハマるの分かるわうん、しかも皆さんしっかりしてらっしゃるよ、うん、警戒とかもすごい、あとやっぱりバチンって当たった時にヒットっていう勇気ね、あまりにも面白いからもうちょっと遊びたいとか思うのねそれをあえてこの手を挙げる、このあれやっぱ精神的にも鍛えられるのかしらだからあれ嘘ついたやつはゾンビとかライアーとか言ってね、そうそう、みんなからバカにされたり、僕なんかあれですよ、正体を率いて迂回して、うん、頭持ってるやつの横から入っていって一斉射撃したんですよ、うん、あ、サバゲですか、サバゲで、そしたらね、一発パチンって返ってきたよいや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 、もう絶対お前当たってんだろうと思ったんですけど、いやでもそう、本当に自衛隊の人がサバゲーやるとそうやって舞台で動いたりとか、もうめちゃくちゃ隠密に動いたりとかするんですよ、もう気配消してきて、なんかすごい強いんですよ、あ、まあ、そうなんでしょうね、うん、もうすごいな、ちょっと強いんですね、やっぱり、ね、強い、本当にじゃあちょっと、じゃあ、はい、確かにそうだ、お手紙が来てたんですよね、ありがとうございます、ちょっと待ってください、番組の、はい、ペンネーム大森貝塚さんより、はい、大森貝塚さん、はい、ありがとうございます、トリトンさん、ボー君、ランポムさん、こんにちは、こんにちは、はい、さて質問です、はい、トリトンさんやランポムさんは日本全国の基地や駐屯地に営業に行かれたことがあると思いますが、はい、もう一度行きたい、もしくは今後行ってみたい駐屯地や基地はありますかと、はい、そういう質問でございますね、結構いろんなとこ僕より行ってるでしょ、結構全国行ってますね。ね、僕は、うん、師団管内は今読んでいただいたりとかあるんですけど、駐屯地はない、あんまないな。うん、どういうとこ行きました？行ったのはどこだ？なんか舞台単位とかが結構。そうかそうかそうか、そうですね。舞台に呼ばれるのね。はい、そうです。対戦車中隊のとか、中隊単位とかも結構あって。なるほどなるほど。そう、対戦車中隊懐かしいね、うん。結構全国は行ってるんですけど、行きたいのは。クレです。クレ。クレ。海上自衛隊。海上自衛隊のクレ基地。クレね。まあ、もうどうしても今年中に行きたかったけど。今年はね。今年あと1ヶ月で終わるから来年とかね、再来年行きたいですね。早くね、コロナ終わってね、うん、そういう駐屯地のイベントなんかもね。ああ、そうですよね。いろんな駐屯地基地の、駐屯地と基地のこの話はしたっけ？したよね。駐屯地と基地の違い。してないんですか？してないかったですよね。わかります？駐屯地は。駐屯地は部隊がいっぱいあるんでしょ、はい、これは陸軍 とあの基地、航空と海上はベースだから基地なんですね、いわゆる自分の、まあ、母港というか港があってですね、あと滑走路飛行場があってとか、陸上軍隊、陸軍の場合は常に移動するんですね、いつでもどこでも動けるように駐屯たむろうね、はい、歩兵の本領という軍艦の中にも64箇所にたむろしてっていうのがあります、そので駐屯する、その違いでございます、やっぱり隊員さん優しいでしょ、いろんな部隊行って隊員さん優しい、隊員さん優しいです、面白い人が多くて、ああそうだね、自衛隊結構いろんな人間いるからね、面白いんじゃないかと思うんですよね、そうですよね、なんか部隊のマークみたいなのも自衛隊の人が自分で作ったりするじゃないですか、はいはいはい、デザインとかもね、なんか多彩な人すごい多いですよね、多いです、そうです、ほんといろんなことできる人が多いですよね、デザイン、うまい人ね、ポンチエって言うんですよ、自衛隊である、いわゆる偉い人がさ、ブリーフィングするときに使ういわゆるイラストのことをポンチエって言うんですよ、僕もねポンチエリクソって言われて絵得意なんで、うまいですね、はい、だから僕初めて賞紙もらったのが、まあ、自衛隊で表彰で5級4級3級って上がっていくんですけどね、最初に4級招集をもらったのがその師団長に対するブリーフィングで僕はポンチへ書いて、それの師団長がこの絵うまいねって言ったら4級招集もらった、何の絵描いたかめっちゃ、いろいろゲリラコマンド作戦、ゲリラ対ゲリラ対コマンドって紫外線の訓練の創成期だったんで、平成5年ぐらいかな、
の陸爆締め演習の時かな。その時にいろんなことをやったんですよ。あのマンホールからゲリラコマンドがマンホールに潜んでて、いきなり弓矢とか棒ガンとかを使いますとか、そういうのを対抗部隊で舞台の中で、やって、あとこれ実際にやられたんですか？やったんですよ。対抗部隊というか、マンホールから出て、そうマンホールを作ってね、訓練場の中に。で面白い話があって、一人ボウガンを持ってるやつがいたの、はい、ちゃんと許可を持って所持して、はい、普段のボウガンは武器庫に預けてて、はい、で競技としてやってた、はい、で彼はやってたんで、それを使ってでこう本当に的にパシンって当たるわけですよ、はい、あの、はい、マネキン、はい、マネキンとかにね、はい、でその人も表彰されたの、はい、あのその趣味であるボウガンをね、こう訓練にこの組み込んで、とても用意ができた功績で表彰されたんだけど、その後ね、ヤガモ事件っていうのが起きて、うん、そして一番最初に疑われてんのおめえがやったんじゃねえかとか言って、ひどいよね、この間表彰したばっかりなのにさっていうのがあったの思い出しましたね。あと僕はね、花火屋さんに行ってね、火薬を買ってきて、相模原の、それをね、地面に埋めとくの、埋めといて、その地面に軽く埋めて、その上に白い粉をこうかけとくんですよ、するとね、あの僕は本館中隊なんだ、まあ、その時訓練、あの連隊本部の参加にいたんだけど、日中隊の人がね、あれですよ、ドアガン、ヘリがブワーッと飛んできて、うん、ガガガガガガって撃つん、うん、もちろん空砲ね、はい、するとこっちのでこういう電極をテロ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 って触るとババ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 ってこう、あ、そのドアガンで撃った感じでってことですね。弾着がババ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 、すごい、撃ってる方気持ちいいですよね。気持ちいいと思いますよ。特攻さんをやったんですね。それをやったり、あの昔なんだ、あの年賀状ってあったじゃん、パンってプリントごっこ、なんかあれ最初よかったか言わなかったけど、あそうか、なんとかごっこね、で光るやつ、あれをここに仕込んどいて、でゲリラにこう、ゲリラがこう女の人をこう掴め、もうその女の人があのすごい男の人だったんで、助け、助走して助けてとか、おめえが助けられ、おめえこう持ってた人は後で俺が助けてほしいよとか言ってたんですけど、こうやってるところに狙撃手がこうやっていって空砲をパンって撃つと、その人がこのスイッチをパチンって入れると、その電球がパーンって、結構なんか映画撮るみたいにリアルにするんですね。そういうことしてね、楽しんだっていうか、やりましたよ。バトラーがない時代ですか？バトラー時代はあったんだけど、そうやって舞台とかが運用できるような状況ではなかったんですね。でどっちかっていうと、見せる、あの師団長とか方面長官がこう見てるところで展示をするので、実際の訓練としては当たった当たんないじゃなくていいわけ。こういう方法があります。で、僕はそのブリーフィングの時にサンドイッチ作戦で上と下から行きますよ。その上と下から行ってる人間の絵を描いたりとか、うん、ポンチ絵でね、そうやりましたわ。はい、ということでね。あるんだな。あと行ってみたいとこってクレ以外に何かあります？クレ、あと小松基地。小松。今航空自衛隊の基地でアグレッサーがいるんですよ。あ、そうか、アグレッサーというのはあの、はい、敵です、敵役。あ、だからなんか見たこともないような迷彩を、そうなんです、の飛行機を塗装してね。そう、この間なんか番組で取り上げられてた。あ、そうなんだ。ですか、じゃなかったっけ。見たかった。僕見てないな。そう陸上自衛隊にもそのアグレッサーいますよね。うん、います。あの変な迷彩、変なそれは悪いけどかっこいいですよね。 FTC っていうね。そうそうそう、あのなんか3色の迷彩、そうそうそう、迷彩服も違うんですよね。 FTC はね、あれはやっぱりね、地の利があるのよ。向こうの舞台は勝てないのよ行くんだけどバトラーつけて、まあいいわでね、あの僕そのさっきからちょっと、さっきは硫黄島に行ったって言ってたんですけど、はい、その硫黄島の帰りの船の中で、はい、あの一緒に乗っかって仲良くなった海上自衛官の方、はいはいはい、ね、あのサインを送ったじゃないですか。 あ、はい、いただきます。あの方がね、広報とかに言って、はい、うまくいけばですよ、はい、うまくいけばですよ、はい、これ分かりませんけど、ひょっとしたら僕とランポムさんで硫黄島基地に行ったりなんかすることもできないかななんて今思ってるんですよ。まあ硫黄島の人たちは僕はどうでもいいと思いますよ。ランポムさんさえ来ればいいと。あ、慰問的なやつですか。そういうこと、そういうこと。あ、パフォーマンスさせてもらう。そういうこと、そういうこと。行きたい。だそれね、それも俺も行きたい。そういうの僕いろんなって、うん、まあ今はダメですけどね。だから、まあね、あのコロナが終わったらこういうのもいかがですかっていう、ま、もうだって硫黄島の方々も行ったらもうずっと向こうにいらっしゃるわけで、うん、まあ、あのまあバンドやったりとかして楽しんだりとかしてらっしゃるけど。
ね、入間からさ飛行機乗っけてもらってビュッて言ってね、そこは僕飛行機で行く、あれ、あれ船で行くのあれはやだよ、3日ぐらいかけて行きましょう、大変だったよ本当にもう酔ったもん俺、元自衛官だった俺だけが酔って、まあいいや、その話はね今度イオートメンバー来た時に、ね、いつかあのその時のイオートのメンバーも集めて、そうですね、はい、やりたいですね、やりたいですね。クレト、ホキチの営業に来たんですよ、私。ヘキチ。ヘキチの。分屯地とかってやつでしょ、うん、そう、もう硫黄島もだと思うんですけど、娯楽があんまりないところって。うん、なるほど、なるほど、ね、はい。そこでパフォーマンスするとバカウケするんですよ。ハードル高くなって。そう。それ、例えば、だって今ヘキチって言ったって、例えばって出さない方がいいか。どこなんでしょうね。どこなの。レーダーサイトとかそういうとこ、あーとかでもいいです、もうなんか北海道の端の端のもう何にもないみたいなとかなるほどね北海道は実際ね、地元の要望で自衛隊の基地を、あの駐屯地を持ってきたりしたのもあるのよ、うんうんうん、経済を活性化させるため、うんうん、あの言っちゃなんだけどあれだよ、航空自衛隊の百里あれだってそうですから、あれ地元の人たちの要望ですよ、地元の人たちの要望で作ったのに一個いるんだよ、あんまり言っちゃうとあれだけどプロの方たちが、ね、そう、曲がんなきゃいけないところがある、まあいいけどね確かに陸の孤島みたいなところですもんね、あそこ遠いですもんね、まあ、まあそうですね、飛行場はしょうがないっちゃしょうがないんですよね、まあ、そういうところがあるんですよ、へえ、そうなんですね、やっぱりだって基地だろ駐屯地だろ作ればね、1000人から隊員が1000人いりゃその家族もいるわけで、すごいね、だから、まあ、離島の方なんかもだいぶ経済的には助かってると思いますけどね、まあいろんな意味でね、北海道の北の方もね、はい、北海道の北、いや行ってみたいもんですね、本当は前ねちょっとあったんで、ランポムさんと僕とあと某何がしとかでユニットを組むって話があったんだけど、はいはい、ねこしゃっちゃったすごいここまで出かかってるけど言わない、そういえばあれだよね、はい、さっきのカレンダー、カレンダー、はい、ファントムカレンダー、はい、これさっき前室で実は初めてのような顔してます彼が言ってたんですけども、なんとこのカレンダーにランポムさんのサインを入れて、うん、1名様にプレゼントしたいと思います、あ、いや、やった3人のサイン入れてる、まあいらないんじゃないの、いやいやいや、あと跡部さんのサインも本当は必要なんですけど、そう、ね、跡部さん、これだからさっき言った僕らの仲間の跡部さんが作ったやつで、さっき、うん、本人にも許可を取りまして、はい、ぜひ視聴者の方にプレゼントしたいということですので、はい、表紙にじゃあ、らんまるポムポムタイプアルファさんとトリと海の、そして某正和のサインを入れまして、はい、1名の方にプレゼントしたいと思います、はい、ご希望の方はですね、番組宛てのメールアドレス、はい、あ、出ました、あ、出ました、これですね、はい、ラッパラ1013@gmail.com、 こちらにですね、はい、ランポムカレンダー、これ違うか、ファントムカレンダーですよね、ファントムカレンダー希望というタイトルで送ってください、はい、あとお名前ですね、お名前で、住所とか電話番号は入れなくて結構です、お名前も仮名で大丈夫、仮名で、はい、結構です、来たメールをすべて集めて、いつだっけ締め切りは、どうする、20日の金曜日にします、20日の金曜日、はい、20日の金曜日までに来た全てのメールを、僕らが書き写しまして紙に、はい、それを、今度3人ルリも出てきた3人の会の時に皆さんのここの場所で抽選をします、はい、しましょう、厳正に、はい、そして、当選された方 にこちらの方からご連絡を差し上げますので、その時に初めて、住所を教えていただければお送りしたいと思います、カンニングしてる、これはいいですね、これはいい、何冊ってね、もう本当さらばファントムですからね、本当ですよ、だって F4 ですよ、 F4、うん、今 F 今度来るの F35 ですからね、そうですよね、めちゃめちゃすごい、もうだってあれですよ、マクドナルドの1号店が日本に来た時と同じ時に来てるんです、あ、そうなんだ、うん、マックの1号店と、そう、なかなかまだ飛んでるのなんて日本ぐらい、日本ぐらいだと思いますよ、ですよね、すごい、日本人ってすごいわね、いや、すごいですよ ね、かっこいい、はい、いろんなスペマキもいっぱい載ってます、はい、そうですね、うん、これちょっとお楽しみにしてください、はい、ぜひ応募お待ちしてます、はい、あとランポムさんのさっきのこの、はい、私いただいたこのステッカーとか、他にもいろいろグッズあるんですよね、あ、グッズも作っておりますので、はい、ぜひどこで、ポムショップで調
べていただけると。じゃあネットでコムショップ、コムショップ、まあツイッターを見ていただければリンク貼ってありますので。なるほど。ご覧ください。まあ、さっきの新隊員のシャツがあったり、はい、あと何があるんですか。あとグッズはワッペンとか、ワッペン、あ、ワッペン、ステッカー、タオルとか、ステッカー、タオル、いろいろ作っております。おお、なるほど、いいですね。じゃあね、はい、ランポムさんのグッズを欲しい方はぜひそちらの方でもご購入をしていただきたいと思いますね。はい、はい。カレンダーは1個だけね。カレンダー1名ですよ。1名様、はい、1名様ですからね。1個しかない。ちなみに1個しかない。これあの2週間後アーカイブですけども、すいません、あのね、YouTube で初めてご覧になっていただいた方も、申し訳ないね、とっくに2週間前、あ、1週間前かに終わっておりますのでね。締め切っておりますので、ね、はい、よろしくお願いいたしたいます。はい、他になんかせっかくですけど告知かなんかあります？告知、そうですね。なんか、はい、ライブとか。あ、特になしです。特になし。まだ、ね、まだ決まってないですからね。これそうですね。しょうがないですよね。はい、ということで、ま、はい、他になんか、じゃあそういえばツイッターとかちょっと見てみてよ。うん、同時代が来てない。あ、ランポムさんには来てないけど。来てないかい。トリトンさんはいつ QR コードって言えるようになるんだろうってこう。QR コード言えないんですか。いや、二次元バーコードとか言っちゃうんですよ。なんか知らない。そんなにね、僕 IT 弱いわけじゃないですよ。そうね、はい、コールオブデューティーやるような人ですから。まあそうですね。やってるんですか、それで。で、僕ゲームってポリシーがあって、必ず一番簡単なやつやるんですよ。ルーキーというのでやりました。はい、半日かかってダウンロードしたコールオブデューティーでございますが、はい、約 4,5 時間で終わってしまいました。なんで？いや、終わっちゃった。クリアした。クリアしたってこと？ルーキーだから、簡単だから。めっちゃ早くない？全然死なねえの。めっちゃ早い。めっちゃ早いんで、はい、もう今2周目。本当？2周目入ってます。ゲームとしては楽しいですけど、あの、はい、すごいよ、あのレーガンとか、うん、あの人なんだっけ、ソ連の最後の大統領ゴルバチョフとかがまんま出てきますからね。あのキャラクターとして出てきますから。初期長出てきますね。最新のやつですね。最新のやつ。最新のやつです。そう。ただまあ僕はでもやっぱあれだな。普通のなんか戦いがいいな。あの宇宙に行ったりもしましたもんね。ああ、そういう系なんだ。宇宙のは、あ、今回は違うよ。今回は完璧な冷戦。ソ連がだ KGB の本部に行ったりとか、二重スパイだったりとか、ベトナム戦争もちょっと出てきますね。なんかね、わけわかんない世界観が最後出てきたりとか、あとゾンビモードとかあるんだけど、俺怖いんで絶対やらないんで。いや、一緒。あと120% 楽しんでくださいよ。マルチもやらないんだね。マルチは、マルチ結構あれじゃないですか、コールオブデューティーの肝みたいな。そう、醍醐味じゃないですかね。僕ね、ゲームは一人でやりたいんですよ。ネットで繋がる必要は全くないんですね。はい、ネットで繋がるのはアップロードの時だけで結構でございます。楽しんで、もっと楽しんで。まあそんな感じでございます。はい、いや、なんかあれだね、いろいろやっぱお話しさせてもらって、時間経つのはあっという間でございますけども、もっと聞きたいこと本当はいっぱいあるんですけどね。あの、ぜひまた、ちょっと経ったらまた来ていただけますかね。はい、多分あの次ですから、うん、次ランポムさんが来たらこういうこと聞いてとか、こんなのがいいっていうのがあったら番組の方にどしどしいただければ。じゃあ、もうまた出ていただけるというのを言っちゃったからね。あ、またぜひお願いします。ですから、ワンクール経ったら来てもらいましょう、ね、ということで、そういうのもぜひ、番組の方に言っていただければ、今日ちょっと思いつきでいろいろ話してしまいまして、たので、ね、はい、はい、ということで、ね、はい、そろそろお別れの時間が、うん、やってきました。はい、まだあといっぱいあります。いっぱいあります。あ、自衛隊にしたい、自衛隊の彼氏にしたい陸自装備1位は言ってもらえるんですか。八段式自走高速艦砲です。はい、八段 AW ってやつですね。ご存知ですか。ご存知かはわからないです。見ればあーって言うかもしれないです、お父さん元高射特化だから。あれはゴジラに出てくる、ほら両方に機関砲がついてるやつ、あれ、ね、あれが一番彼氏にしたいんですね。はい、はい、そうです。なるほど、そういうことで、はい、じゃあ、本日はね、良い感じかな、はい、ヤンバルポムポムタイプアルファさんをお招きいたしまして、はい、来週のゲスト、ユーロ先生、やばい、
浅草東派大王の、志田明久さん、はい、ですね。はい、これこの方はね、あの初日の打ち上げで行ったお店で知り合った方です。はい、ルリが、大好きな台湾の方ですね。はい、ということで、本日もここまででございます。また来週、はい、火曜日の17時から、はい、お待ちしておりま す,、はい、ります。来週は僕いません。やっていません。あ、そうです。来週はルリですね。はい、じゃあランポムさん、本当に今日はどうもありがとうございました。ではまた来週、さよなら。